次はですね、えー、この保険会社の保険金不払い問題で、えー、ございます、あのー。保険会社の保険金不払い問題はです、ね、国民の怒りを大変呼んでおりまして、えー、2005年に明治安田生命の不払い問題に対する行政処分がありました。でそれ以後ですね、政府の不払いはもとより、損保の自動車保険、医療保険の第三分野、 つまりがん保険、それから火災保険、えー、こういう分野でもですね、不払い問題が発覚して、えー、多くの生損保に対し、行政処分が下されているわけです。でしかし、未だにですね、この全容が明らかになっておりません。でそこで確認いたしますが、生保損保の各分野ごとに、これまでの不払い事案の件数、 それから不払い総額、これに対する行政処分の内容ですね、これをお答えいただきたいと思います山本金融担当大臣、えー、保険業界におきましては、これまで、えー、保険金等の支払い管理体制および経営管理体制に問題が認められたところでございます。 特に一昨年来、政府会社、損保会社におきましては、保険金等の不払い等といった利用者保護に欠ける問題が明らかになってございます。これは保険事業に対する保険契約者の信頼を損なうものでございまして、極めて遺憾でございます。政府について申し上げます。17年10月に不適切な不払いが多数認められたこと等から、明治安田生命に対し、一部業務停止命令等を発出いたしました。 またこのほか31社につきましても、不払い事案が認められております。さらに、保険金等の請求を受けながら、本来支払うべき保険金等の一部を支払っていないものが少なからずありうることが判明いたしました。このため、保険金等の追加的な支払いを要するものの件数、金額等につきまして、4月13日までに報告を行うよう求めているところでございます。損保について申し上げます。 付随的な保険金の支払い漏れが26社で認められたことから、17年11月に業務改善命令を発出いたしました。その後も検証が完了していないと認められましたことから、18年11月に報告をさらに求め、遅くも本年6月までに調査が完了するとの報告を受けております。第三分野商品に係る不適切な不払いにつきましては、本年3月14日に10社に対しまして、 業務改善命令を発出し、うち6社につきましては、一部業務停止命令を発出いたしました。この業務改善命令に基づきまして、4月13日に改善計画が提出されることになっております。また、火災保険につきまして申し上げます。当局の要請に基づきまして、損保各社が19年3月を目途とし,てしまして、保険申込書に記載された契約データ等をもとに、 建物構造級別の適用等、誤りの蓋然性の高い契約を抽出して調査を行い、さらに今後1年程度をかけて、すべての契約について確認をいたしまして、問題がある場合には適正化を図っていくいう,いうようにし,、えー、していると承知しております。いずれにいたしましても、今後、生府法保各社の報告書等を十分に精査、分析いたしまして、必要に応じ、適切に対応してまいりたいと考えております。 佐々木君、えーまあ、ほとんどの会社で,です、ね、驚くほど多くの不払いが発覚しているわけであります。で大臣、これはまだ、あのー、全体像というものがです、ね、最終的には明らかになっていない、えー、段階だと思うんですが、えー、これはいつ頃までにです、ね、この全体像をはっきりさせて、えー、その対応策、処分というものを 最終的に明確にするのか、その見通しですね、えー、お聞かせいただきたいと。委員長山本金融担当大臣。まず、政府につきましては、4月13日に報告をいただくことになっておりまして、えー、これで、えー、大体の,おあのおおおし、えー、把握ができるように思っておりますし。 また、火災保険につきましては、今後1年程度かかるというように考えております。そうしたことを報告を精査いたしながら、また適宜適切に全体像について分かり次第ご報告できるかと思っております委員長、佐々木君、えー、これはですね、もうなんかこう、泥沼のような感じがしないでもないわけで。 あの一企業の問題ではなくて、業界全体に関わる問題だと私は思っております。これだけ多数のですね、契約者に被害を与えているわけですし、えー、この保険金の不払い、保険料の取りすぎというものまで発生しておりましてね、保険に対する国民の信頼は地に落ちたと言わざるを得ないわけであります。で山本大臣にもう一度お聞きしますが、 この信頼を回復するということが大事だと思うんですが、えー、そのためにはですね、全容を解明するということ、それから契約者にやはり謝罪が必要だと思うんですよ、それからきちんと返金する、返還する、その上でですね、しっかりした再発防止策を取ると、まあ、こういうことが大事だと思いますが、あお考えをお聞かせていただきたい。山本金融担当大臣、適時適切な保険金の支払いというものはですね、 保険会社の最も基本的かつ重要な責務の一つでございます。保険金の不払い等の問題が生じていることは、極めて遺憾でございます。一般論で申し上げれば、こうした不払い等の問題につきましては、保険会社側に落ち度があると考えられることを踏まえまして、保険会社から契約者への手紙等において、お詫び等がなされているものと承知しております。 また不払い等となっている保険金につきましては、十分に事実確認等を行った上で、支払い可能なものにつきましては支払うなど、迅速かつ適切な顧客対応を行うことが大事でございます。金融庁といたしましては、報告調求等によって、不払い等の実態把握に努めておりますが、問題が認められる場合につきましては、業務改善命令等において、しっかりとした対応を進めております。 特に判明した保険金の不適切な不払いにつきましては、迅速かつ適切な顧客対応を図るための体制を整備することを要求しておりますし、また保険募集業務や保険金支払い業務等の顧客対応にかかるすべての業務の検証を行った上で、適切な再発防止策を策定することを要求しております。いずれにしましても、金融庁としましては、各保険会社におきまして、 入り口である保険募集から出口である保険金支払いまで、保険契約者の等の保護の観点から、業務全般を見直し、適切な業務運営に努めていただきたいと考えているところでございます院長、佐々木君、まああの言う、言っていることはですね、えー、それはそれとしてあの、方向としては正しいんだろうと思うんですが、 なかなかこれ実際にですね、各その保険会社が、えー、事情能力を発揮してやってるかどうか、これがあの問題なわけで、えー、あります。で、この問題が指摘されてですよ。それで確認しましたと。何件でいくらですとう。言われてもですね、その後からまた出てくるわけですね。で、こうなりますとね、これはもう体質的にどっか問題があるんじゃないかと、言わりにないわけで、この、こういう 実態に対して、金融庁としては、この顧客対応というのは非常に大事だと思うんですが、この全体の件数、一体どうなっているのかについて、個々の会社側と契約者側の対面によって、具体的な調査を行うということが必要ではないかと。 いうふううふに思うんですそうしないと、この全容が解明できないんじゃないかと思いますが、えー、いかがでしょうか金融庁、佐藤監督局長。 全容をできるだけ早く解明するということは大変重要な仕事であると思います。で、あの現在、私どもではあの行政処分等を打ちました場合には、必ずその再発防止体制、保険金支払い管理体制、か募集体制、あらゆる面での,その顧客の信頼を勝ち得るような、そういう体制整備を求めるということでございますけれども、あの具体的な不払い等が、あ 想像されるようなケースについて、私どもの方で報告徴求をかけたり、あるいは調査の要請をしたりということをしておるわけでございますけれども、各社における具体的な不払い事案の調査の仕方でございますが、 えー、不払い事案等に関する調査方法、これはあの、保険会社からヒアリングしたところによりますと、あの標準的にはですね、おおむね以下のような手順を取っているということでございます。まず第一に、保険会社において、支払い請求書、そして医師の診断書、まあ、こういった書類の確認をする。 あるいはコンピューター等で一定の条件に該当するものを抽出するといったことで、不払い等の可能性のある事案をまず抽出するという作業がございます。で、その上で、これらの契約について、契約者に支払い等の可能性のある旨の案内の文書を郵送するという手順を取りまして、その上で電話等で確認をすると。 これが、おおむね各社ともやっているような標準的なアプローチでございますが、これらのほかにですね、ご指摘いただきましたような案内文書の郵送後に個別に訪問することによって、契約者に対して直接確認すると、こういう調査をやっている会社もあると聞いております。 それから、火災保険料の適切性の調査につきましては、この火災保険多くは、1年単位でこう更新されるケースも多くございますので、そういった場合には、契約公開時に契約者を訪問して、契約内容を確認するといった、こういう会社もあるというふうに聞いております。 すべ、えー、ての件数をです、ねえー、対面で調査すべきではないかというご指摘につきましてはです、ねあの、そもそも調査対象,の対,対象の件数が非常に膨大であるということもございますので、まずは保険会社が全体としての調査の実効性を確保するということ、あるいはできるだけ早く調査を一通り終えると。 こういう要請、まあ、こういった点も踏まえて、えー、具体的な方法をお責任ある立場で、えー、判断をしてほしいというふうに思っております院長、佐々木君、えーまあ、正確にです、ね、早くというのが非常に大事だと思うんですが、どうもその各保険会社の事実確認というのは非常に不十分で,です、ねえー、不正が判明した後も、契約者に対して説明がほとんどなく、謝罪もないというようなことが指摘されております。 私あの、何人かあの被害者からですね、えー、具体的な事例をお聞きしておりますが、まあ、例えば具体的に言いますとです、ねえー、日本講和損保の火災保険の契約者の場合ですが、この方は5年前に新築を購入し、えー、火災保険の契約をした、えー、昨年、報道によって火災保険の保険料の過払いなどの不正行為があることを知って、えー、保険会社に電話連絡をした。 でそのとき、火災保険の契約は、ですね時価ベースとなって、えー、いるのに、えー、再調達価格ベースで保険料を算出して、過、え、大、ー、に保険料を払っていたということがわ、まあ、かった。で、交渉の上ですね、契約を再調達価格に変更することになって、書面で修正を行うことになった。で、書面を郵送してくるだけで、説明も謝罪もなかったと。 でしかもそれまでの払い過ぎた保険料について返すのかどうか何も言ってこないという事例、それから三井住友海上火災の契約者の場合ですね、14年前に新,新築を購入した、17年間の火災保険を契約をしました、えー、昨年末新聞記事で平成5年に省令準対価構造という分類が制定された。 ということを見たと。で、保険料が、えー、支払った額の半額ほどになっていたということを、まあ後で知ったと。えー、三井住友会場に問い合わせたところ、保険の両立はしょっちゅう計算し直されるので、制度が変わっても契約者には知らせないのが原則だと、こう言われたと。で、この契約者はですね、大変怒っているわけです。で、この準対価構造の制定というのは、 あ両立計算上の問題ではなくて、それまで木造と鉄筋の二、ねえー、分類しかなかった、そういう矛盾を建築性能の実態に合わせて改めたわけです、まあ。新しい社会制度であると。当然ですね、その制度を切り替えて、契約を改めるというのはあのー、当たり前じゃないのかと、まあ、言って起こっているわけですで。このケースでは 対価基準の改定があり、それに従って契約内容も変わっているにもかかわらず、えー、損害保険会社は契約者に連絡もしない、保険料を算定し直すこともしない。で、これはあのー、新聞にも報道されてますけれども、損保はですね、改定された保険料率の適用は、消費者側からの申請がないとできないんだと。まあ、こう言って、言、え、い、ー、直っているというふうにも書かれているわけです。 でこれは私は非常におかしいんじゃないかと思うんですね。で損害保険会社というのは、えー、こういうふうにですね、保険料の請求、保険料を自体がこう変わってもお、えー、この連絡もしない、契約者が請求しなければあ訂正もしない、そういうことなのかと、そういう対応しかしないのかということになるわけですね。で金融庁は保険会社への要請の中で、 ま先ほどの大臣の答弁にあったように、顧客への親切な対応、この点検をしなさいと言ってるわけですね、それから公正な保険料、不正なです、ね、保険料が判明した場合は、当然、損害保険会社が契約時に謝罪し、再契約のためのお知らせをする、こういう対応をすべきだと思うんです。でこの契約者への適切な対応というのはですね、大臣、そういうことを求めてるんじゃないでしょうか。 委員長山本金融担当大臣、えー、おっしゃる通り一般論で申し上げますと、えー、募集という入り口から支払いという出口その間に商品管理という大事なことがございます、えー、その間にいわば顧客と会社側には情報の非対象いわば、えー、あの、えー、募集から支払いまでの期間が政府を存保ともに 相当期間経過しますので、まあ、個人で言えばうっかりして忘れてただとか、記憶ないだとかいうことがございます、そういったことをフォローするのは会社側であろうというように、私ども考えております。まあ、その意味におけます、その平等感というものをこれからどうつくっていくか、特に今回の業務改善命令の中には、支払い管理体制の中で苦情処理体制をしっかりしようと。 その上でさらに不服申し立て対策をしっかりしろというようなことも申し上げておるわけでございまして、今後、こうしたことのないようなその損保、政法ともに構造的な改善をお願いしたいというように考えております委員長、佐々木君、まあ、あの不払い問題の粗末な対応というのはね、今、私が紹介しただけじゃないんです。まあにもいろいろありまして、例えば第一生命保険はですね、 えー、三大疾病保険の不払い、あるいは払い漏れについて、自己検証をしたところですね、約1800件の該当する事案があったとで、そのうちですね、約500件の支払い漏れを確認し、229件保険金を支払ったと、み、まあ自ら公表しているわけです。こ、まあ、今年の1月ですが、えー、そもそもですね、この不払い、あるいは払い漏れっていうのをですね、 えー、顧客が請求して初めてこのお分かるとか、あるいはその顧客が請求しなかったために、えーえー、その不払いになってしまったんだと、まあ、こういう態度は私は非常にけしからんと思うんですね、であのこう契約上の支払い要件を満たしているものであれば、当然、契約者に説明し支払いの手続きをするというのは当たり前なわけであって。 えこの該当する事案があったと確認したら、それをしっかりと確認、契約者と確認した上でで、適切にえ対応する、適切に支払うというのは当然だと思うんですけれども、金融庁としては、そういう具体的なあの指導というものを、どのようになさっているのか、お聞かせいただきたいと委員長。山本金融担当大臣。 佐々木委員ご指摘のように、保険における給付については、申請や請求が全治主義としてされている原則は、これはあろうと思います。しかし、例えば自動車事故のように、事故があったことが確認されていて、にもかかわらず、不随的条項について告知されていなかったというような話である場合に、 当然、保険会社側からは、細かな点でございますし、それは告知しようがしまいが、申請しようがしまいがですね、やはりそこにおいては、適切な措置というものが前提になろうという商品設計だろうと、私どもはそう考えております。従いまして、顧客に対する適切なサービスをしっかりやっていただくために、 えー、その迅速かつ適切な顧客対応という意味で、えー、そのおいわゆる借子定規なあ契約の,おそのお解釈というようなものを盾にです、ねえー、不払いをするなんてことは絶対許されないという、そういう対応をしていきたいと思っております委員長佐々木君、えー、金融庁にお聞きしますけれども、あのー、今までですね、政損保で明らかになった不払い、 えーまあ、金額があ,あると思うんですが、そのうちです、ね、この実際に支払いが済んでいるものというのはどのくらいあるんですか、その数字は把握されていますでしょうか佐藤監督局長。 あの各社において確認できたものから順次、支払いを実行しているというふうには聞いておりますけれども、その定量的なデータを現在持ち合わせておりません、申し訳ございません委員長、佐々木君、あのそれは実際にどの程度払われているかということは、ですねぜひつかんでいただきたいと思いますので、えー、あ,のある程度の期間経ったときにですね、 どの程度支払われたかと、これは確認すればすぐわかると思うんで、その報告はまた別途いただきたいと思いますが、いかがですか。佐藤監督局長、しかるべき節目でまとめてご報告をさせていただきたいと思います。委員長佐々木君、えーまあ、今回のの、ね、こう,いう一連の事態を受けて、えー まあ、一部の会社では、再発防止策ということでですね、この保険商品の簡素化の方向で、まあ、見直しを検討しているというふうに聞いております、えー。大臣にお聞きしますけれども、この簡素化をするという、うその理由といいますか、目的ですね、これ、どのように把握されていますか。山本金融担当大臣。まああの 多様化や複雑化が保険商品の傾向でございますが、それに商品管理が管理体制が対応できなかったということで、保者において不買の要因にそこを捉えれば、簡素化して管理ができるというような体制にしていこうと。いわば 自分の会社の特質に応じて商品設計していくというような再発防止策の一環でなかろうかというように思っております委員長。佐々木君、あの保険商品がです、ね、多様化、複雑化するということはあの、契約者も理解できないけれども、この契約を取りに行く保険会社の側の勧誘する側、あるいは代理店もですね、この 理解できないで販売しているという事例もあると聞いております。えーまあ、例えばですね、自動車保険の人身損害保険、あ障害保険の場合ですね、あのー、歩いていたときに事故にあっても保険ができる特約というのがあるそうですね。これ、IOE 生命であるようですけれども、よく理解できずに進められるままに契約するとですね、まあ、こんな特約というのはう忘れてしまうと、まあ、先ほど大臣おっしゃったようにですね。 であのー、当然、この代理店もです、ね、歩いているときの事故まで、えー、聞くことは少ないとで、実際の請求が漏れる可能性もあると、まあ、いうことだと思います、さまざ、あ、まな、あのー、付加価値といいますかあ、その商品に、えー、いろんなあ特約を二重、三重につけていきますとです、ね、一層複雑になっていくわけです。 で例えばあの、このことについて、毎、えー、日新聞の社説がこういうふうに書いたことがあります。えー、損害保険業界においては、自由化以降、商品開発競争が激化し、特約数が1社で1000を超えるなど、保険商品の内容が複雑、多様化した。でこのため、システムを中心とする新商品の支払い部門の整備が遅れた。また、職員代理店の知識も追いつかず、 契約者に対する説明も不十分であった。このことが大量の支払い盛りにつながった。まあ、こういうふうに社説で書いているわけですで。これまでの一連の事態を招いた要因としてですね、私はこの保険商品の複雑化、多様化っていう問題があると思いますが、大臣はどのように認識されていますか。山本金融担当大臣。 委員ご指摘のとおり、多様化、複雑化、それに対して、多くの損保会社は代理店制度を構造的に取っておりますで。代理店制度である限りは、保険会社とまた別会社で商品が売られるという事態になっております。その点におきましての研修不足、あるいは知識不足、そういったものについて認識を今回していただきましたので、 そうした面について、従前を果たすべく研修制度や長期にわたる資格的な観点から、さらに強化した販売体制を取るというように約束も頂戴しておりますし、今後、そういったことからして、多様化複雑化への対応が保険会社等が遅れておったということに対して、今回、それに追いついてくれるというように期待してるところでございます。委員長 佐々木君、えー、これはですね、私はあの保険会社、あるいは保険業界の責任は非常に大きいと思いますが、同時にです、ね、この、えー、複雑多様なです、ね、商品を可能にした、やはり背景にあるその規制緩和の問題、えー、あるいは自由化の問題というのが、えー、もう一度です、ねえー、見直される必要があるんじゃないかというふうに思っております。 でまあ、金融庁、まあ、当時大蔵省ですけれども、えー、保険会社のです、ね、新しい商品を、おこの許可制から、あ認可制からです、ね、届出制に規制緩和しましたですね。で当然、この複雑な商品が競争が激化し、またアメリカの資本が入ってくる中で、えー、次々とお開発されていくと。従って今日の事態が起こることを、 私は予測して、対応すべきな、だったのではないかという感じを持っております。で、1995年の保険業法の改正のときにですね、えー、保険商品および両立が、この認可制から届出制に緩和されました。で、当時からですね、保険会社の引き受け拒否、あるいは差別的な引き受け、えー、両立の乱高下、 保険料の支払い遅延等の弊害、こういうことが指摘されておりました。で大蔵省としてはですね、その当時、どういうふうに対応していたかということなんですが、1995年3月17日の大蔵委員会で、当時のですね、山口浩成大蔵省金融銀行局保険部長ですね、こういうふうに言っているんですで。そういったことを十分に私どももよく考えまして、 あくまで両立、約款等の自由化につきましては、基本的には自由な方向、規制緩和の方向に持っていくわけでございますけれども、えー、斬新的にやっていく。またそういったものを防ぐためには、算定会制度というものの基本は堅持しながら、その自由度を増すことは努めていきますけれども、その算定会による客観的な両立によりダンピング 防止、あるいは引き受け拒否の防止というようなことのないよう努めてまいりたいというふうに思っているわけで、えー、拒否の防止というようなことに努めてまいりたいと思っているわけでございます。こういうふうなあの答弁されているわけですね。だから、なんかこの、えー、当時も、今のような事態が起こる危険性をですね、えー、早くも感じておられたわけでありまして、そうならないように防止をしたいと。 いいう答弁もされていたわけですで何かこの手を打ってるかのような話をされているわけですけれども、その当時ですね、ところがその現実はです、ね、えー、この今のような不払いというような事態が続発するという結果を招いてしまった、でやはりあの今回の不払い問題の背景にです、ね、こういうこの規制緩和自由化というもののお行き過ぎた状況というものがあったのではないか。 まあその点で、やはりあの行政の側もですね、その責任の一端を感じてもらわなければならんと、私は思いますが、どのようにお考えでしょうか委員長山本金融担当大臣保険商品の多様化が進められたことによりまして、顧客はよりニーズに合った商品を購入する機会を得ているという面もございますが、そのことにおいてまた、あその反面、 不払いいの大きなな要因になったことも事実でございますさらにまた、価格競争が促進されまして、低廉な保険料で保険商品を購入できるようになったと言われるメリットも他方でございまして、まあ、いずれにしましても、この競争激化、そして商品のさらに魅力をつけるための多様化、複雑化、 いいうようよな傾向が今日の特徴でああることは間違いありません、まあ、しかし、反面の問題の不払い事実があるからといって、もう一回その許可制にして商品についてその単純化でなければならないというようなことに元に戻すというよりも、 今、保険会社も反省し、またこの改善を努力すると約束していただいておりますし、今後、先ほど申し上げました支払い管理体制、特に苦情処理、そしてまたさらに不服申し立ての制度等が完璧を期することができますならば、その利用者も、また保険会社も、新たな次元に進むことができるだろうというように思っておりますので、 さらに時代を進化させていくというような観点から、金融行政を進めていきたいというように考えております委員長、佐々木君、私は何もその許可制に今すぐ戻せと言ってるわけではありませんでね、えー、この自由化規制緩和が行き過ぎたんじゃないかと、あるいは自由化を進める場合に、えー、被害というものが発生しうるので、それに対する規制も同時に強めなければ、大変な事態になるんだと。 まあこういうことを言っているわけでございます。従って、えー、現在の事態を踏まえてです、ねえー、今のお野放しのような状況を改善するということは、あ当然すべきだと思います。で問題はですね、えー、今までの行政はすべて正しかったと、問題はその会社の側なんだって、これではちょっとね、えー、いただけないと。やはり、えー、今日の事態を招いた、あ 背景にどういうことがあったのかを深く分析をして、えー、それに対応するです、ね、えー、今の時点に立った適切な対応策というものを考える、これが大事ではないかと、まあ、いうことをあの言っているわけであります。さてそ